こんにちは、ちあこです。今日は質問コーナー第2弾ということで、今回は、バレエについて、なんでバレエを始めたのかとかね、そういったことを、お話ししていきます。あとバレエの技術的なことですね。それは私が分かる範囲で、お伝えしていきますので、よろしくお願いします。それでは質問コーナー第2弾、行ってみよう。はい、ではまず、バレエを始めたきっかけ、これは、私のお母さんがバレエのレッスンの見学に連れて行ってから始めるようになりました。で、そうなんですけど、最初、見学に行った時は、私絶対やらへんって言ってたらしいんですけど、まあ1ヶ月ぐらい経ってからやっぱりやるって言い出して、で、そっからは誰よりもやる気になってやっていたらしいです。で、それが3歳になってすぐやったんかな。なので、私は全然覚えていません。はい。で、次、夢を実現するために大切なこと。これは、夢を実現するために自分が何が足りてないのか、何が必要なのかをよく考えて、それを頑張ることですね。あと、その夢に向かっていく中で、まあどうしても少なからず、犠牲にすることも出てくるかもしれないので、まあ、そういう覚悟も持って、全力で頑張ることです。はい、プロを目指したのはいつからか、小学校5年生ぐらいの時やったかな。はい。で、プロを目指すようになったきっかけ、これはもうただただ純粋にバレエが大好きやったので、好きなことを仕事にしたい、一生踊っていたいと思ったからです。はい、グランバットマン、どこを鍛えたら上がるか、グランバットマンっていうのは、バレエのレッスンの中でこうね、足をこう瞬発的に上げるやつです。多分どっかでテレビで見たことあると思います。上げるとき、やっぱりこう私は引き上げることを意識してますので、そうなるとやっぱり体幹、腹筋とかとサイドの筋肉ですね、もう必要になってくると思います。なので頑張って体幹しっかりしましょう。アンシェルマンの覚え方、私もね、最初覚えるの苦手やったんですけど、まず先生から振りをもらった後、すぐに自分の頭の中でリピートをする。はい。で、そしたら最初はね、ちょっとわたわたなるんですけど、だんだん慣れてくるので、先生に振りをもらって素早く頭の中で、リピートできるようになります。そしたら私もすぐ振り付けが頭に入ってくるようになりました。次、外反母趾。外反母趾辛いですね。私は外反母趾が痛くなったことはないんですけども、私の友達が外反母趾痛いって言って痛い思いをしている子がいます。で、その子は指と指の間にこのシリコンをつけたりとか、あと常に外反母趾、こう親指がこうなってるから、こうまっすぐになるようなテーピングをしてます。まあ、トーシューズが合ってないのかもしれないですけど、もしかしたら骨格の問題があるのかもしれないですね。はい、じゃあ次、好きなバリエーション。バリエーションっていうのは、まあ、女性一人で踊ったりとか、男性一人で踊ったりとか、することをバリエーションと言います。好きなバリエーション、踊ったことないのをやったら、グランパクラシックというのが好きです。まああれはね、足が強くないとなかなか難しいと思うんですけど、一回踊ってみたいです。で、踊ったことある中やったらサタネラっていうね、コンクールでも踊ってました。それが、好きですね。はい。で、股関節を柔らかくする方法、私もそんなに股関節柔らかい方ではないんですけども、なのでひたすらストレッチしてました。ストレッチの動画でもカエルのポーズしてたんですけど、それをよくやってました。もうひたすらあとは股関節を動かしたりとかね、ストレッチですね。はい、次、グランパドゥドゥを踊るときに注意していること。グランパドゥドゥっていうのは男女一緒に、踊ることグランパドゥドゥと言います。で、グランパドゥドゥするときに、女性は男性にこう持ち上げてもらったりとか、そのリフトされるので、その時に気をつけていること、
まあ、一人でやりすぎても呼吸が合わなかったら意味がないので、私はできるだけその男性にこう、ここはどうしたらいいか、ああしたらいいかっていうことをね、必ず聞くようにしています。で、そしたら男性側がここはこうしてほしいとか言ってくれるので、はい、どんどん私は聞くようにしています。足のケアですね。足のケアはこのオイルでマッサージしたりとか、あとこれぐらいのボールでもね、よくマッサージします。で、腸腰筋、まあ、股関節周りの筋肉っていうことですよね。そこもボールでグリグリやります。あとは本当にお姉さん座りしてこう座った状態でここを伸ばすとか、はい、そういったストレッチをしています。左足のアラベスクを上げるコツ、私は逆に右足が上がりにくいです。で、こうアラベスクはこう骨盤がやっぱりこう開きますよね。で、開いた時にやっぱりこう体が崩れやすくなるので、その時に、耐えられる筋肉、体幹であったり腹筋であったりが必要だと思います。フェッテのコツ、フェッテはね、ぐるぐるこう足こう入れるみたいにして回っているやつです。フェッテのコツ、私はもう顔をめっちゃ残してもうすぐ振り向くっていう顔命でやっています。あとはこの右肩をこう送る、で左も送れずに送る、はい、クッとね、やってみてください。はい、じゃあ次、一番ルルベを正面から見て、かかとが高く甲がきれいに伸びているときはかかとが後ろに逃げる、かかとが逃げていないときはかかとが低く甲が伸びていない、まあでも、かかとを逃げてしまったらダメなので、そのかかとが逃げない状態で何回も、こういう動きをして、可動範囲を広げていくのが、一番シンプルでベストかなと思います。ルクガンポジションの時、O脚で足がつかない、これは、まあ、O脚を直すトレーニングっていろいろあると思うんですけど、私が知ってる中では、こう三角座り、座った状態で、ボールをこの膝と膝の間に挟んでこう中にギュッとする、筋トレが、効果的なのかなと思います。膝が出ていって人一倍ターンアップしないと膝が、曲がってみる、ことはターンアウトのトレーニングですかね。で、私昔、このゴムバンドにこの両足を引っ掛けて開脚の状態になってそのまま寝て、でターンアウトをできるだけこの内転筋をできるだけ使ってこうやってこう上げるトレーニングをしてました。結構ね、この内ももに効くと思います。こういうやつですね。ゆっくりやってました。セッターで45度から90度に上げていくのが辛い、股関節がこう痛くて上がらないとかいうのでなければ多分筋力の問題なので、やっぱ体幹とかこうサイドの筋肉とか、あとはこうバンって上げるだけではダメなので、こうターンアウトしてこうねじるように、こう上に引っ張られるようにこう引き上げて、足と体一緒にこう引き上げて、それを意識して上げると、もしかしたらちょっと上がりやすくなるかもしれません。はい、ということでね、第2弾質問コーナーいかがでしたか。ちょっとね、質問が難しかったです。まあ私が知っている、知識を総動員させて、お答えさせていただきました。はい、で、次は、チャンネル登録者様1万人突破しましたら、第2弾質問コーナー、第2回質問コーナーを、したいと思います。それまで、これからも頑張りますので、よろしくお願いします。
で、ね、リクエストもちょこちょこいただいているので、リクエストに沿った動画も、撮っていけたらなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターのフォローもお願いします。バイバーイ。